ダダン見て、これね、謎のシール発見したんだけれども、何のシールだったか思い出せないんだよね。みんな知ってる？これ何のシールか。確かパンかなんかのシールで集めてたやつをね、そのまま部屋の掃除してたら見つけたんだけど、めっちゃ汚くて、部屋やべえよ。お前引っ越し前かっつぐらいめちゃめちゃ汚いの俺の部屋だから、ちょっとずつね片付けようかと思ってさ、片付けたらすげえ下の方にあって、このシールバンとほら結構さあって、1,2,3,4,5枚あったんだけど、何のシールか思い出せなかったんだよね。多分集めてて、そのままその商品がなくなって途中で終わっちゃったと。でそのまま開けるのも忘れちゃったと、そういう感じのものだと思うんだけど、あと妖怪ウォッチのねシールもあったんだよね。これは多分ね、おみくじのやつ、なんかお菓子あったじゃん、多分それ、あ、パンかな、これも。これね、しかも3枚あったんだけど、なぜかね1枚になってて他なくなったんだよね。多分どっかに落ちてんだけど、これはね探すのちょっと苦労するから後で探すと。でこれを見つけたんだよね。ザ見て、これね、オレンジの方のシールは全部揃ってるはずなんだよね。これはペットボトルにねついてるノガッパ、開いてた、ほらノガッパ、お気に入りのノガッパ、これもすごい集めてて、こっちの色はね全部揃えられなかったんだけれども、揃えると後ろにでかい絵が完成するっつ、楽しいシールでね。紫色の方もねコンプしたかったんだけど、なくなっちゃって、これで中途半端になるの嫌だよね。まあとにかくさ、これ何か開けようぜ。どんなシールかさ見てみたくない？ポケモンデコキャラシール、多分ねポケモンの虫パンかなんかだと思ったんだけれども、全然覚えてないんだよ。チョキリ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 、あ、シール切った。あ、危ねえ、もうふざけんねえ。いくぜ。さてどんなシールが出るのかな。ピカチュウじゃねえか、かわいい。あ、何このシール、ん、何これ、どんな感じのシールなのこれ。デコキャラシール、え、なんかね、何これ、ザラザラしてる。普通に剥がれるのか。まあいいや、とりあえず全部出すか。おお、ピカチュウ、一発目ピカチュウ、いいね。これケロマツとかいねえかな。ケロマツ、ケロマツすげえ欲しいな、この感じの。あとイベルタルとかね、ケロマツ、いやでもケロマツかな、ナンバーワンはケロマツよ、いでよケロマツ。おお、ガブリアスじゃねえか、マジで。おお、めっちゃかっけえ、このザラザラシール、ガブリアス、わほい。あ、これなかなかいいシールじゃん。なんだろうこれ、パンかな、ポケモンパンだったようなね記憶があるんだけれども、何か思い出せないの。書いてねえかな、書いてないんだよな。うん、ちょっと書いといてくれたらいいのね、なんかのおまけですみたいなね。いやこれまた集めたいんだけど、何の商品か覚えてない、結構前だと思うからさ、これ買って集めてたの。もっとあった気がする。うわー、イベルタルじゃねえか、マジで。やったぜ、見てイベルタル、しかもガブリアス、俺の好きなポケモン来まくる。わお、ガブリアスにイベルタル、ちょ待って、これケロマッツー来るんじゃない、これ。あとミュウツーとかね、いたら最高じゃないか。しかもなんかこうザラザラ感がいいんだよね、これザラザラ感。わーい、あと2枚か、これ確かもっと持ってた気がするんだけど見つかんないの。まあ見つかったらまた開けよう、いっぺんにさ開けたいよね。よし、100枚くらい見たくない、いっぺんにさ開封して、スポーリー、おはははは、まさかのゴムキムシ、かわいい、頭の毛3本っつうのがすげえかわいくない。おお、めちゃめちゃプリチーじゃねえか。このザラザラ感わかるかな、カメラ越しだとね、ちょっとわかんないかもしれないけど、すげえザラザラしてんだよね。よし、いくぜ、最後の1枚です。ケロマツよ、ケロマツよ、ケイさん、ケロマツ、ケロマツでしょ。うわー、違った違ったけど、まあ好きなポケモンだからいいや。やった、なんかすげえいい感じのシールじゃないこれ。何のシールか思い出せない、多分ねパンだと思うんだけどね。おお、ゴロンだ、なんかいいじゃん。ザン、コフキー、ザン、イベルタル、ザ、お前カード来いや、エスレアで、ガブリアス、そしてピカチュウ、一番最初にピカチュウ来たからね、かわいいな。とまあこんな感じのシールでしたと。あとね、妖怪ウォッチのシールも1枚あったから、これも開けようかな、ついでにね。チョキチョキ、これめっちゃ汚ねんだよ、これなんかすげえね、表面にカスがつきまくってて拭いても取れないっつう。あれ入ってる、え、なんも、あ、入ってた入ってた、スポリー、やっぱスナックのやつだ、絶対思い出した、おそらく。あ、パンかな、いやパンかな、おみくじのやつさ、袋に入ってない、そのまま入ってたような気がする。またちょっとおみくじ買ってこようかな、あれ久しぶりに。あのお菓子美味しいよね。とまあこんな感じのね、シールの開封のだけの動画なんだけれども、このシールいいわ、集めたいねこれ、たくさん、こんないいシールだったとは。うん、こういうのってさ、集めて一気に開けるの好きだからさ、50枚ぐらい集めて一気に開封しようと思ってたの。でもさ、このパンかなんかがなくなっちゃって、
毎朝仕事行く前に食ってたパン、多分ポケモンパンだと思うんだよ、あれなくなったんだよな、いきなりね、なくなった。そうで途中で終わっちゃったって。まだまだあったはずだから、見つかったらまた開封しよう。なんかね、部屋のどっかの袋に入れた記憶があんの。でもそれが見つからなくて、もう部屋汚いから俺、まあ、どうせ汚くなるから、片付けんの嫌なのね俺。いやもう汚いのは分かってんだけどさ、見栄えはね。でも俺的にはもうバッチリなのよ、ここに何があると。ここにバットスピのカード類があって、こっち側にねポケモンカードと、でこっち死んだ番章と、まあほとんどカードなんだよね、汚いので、こっちウィークロスと、いろんな分けて、あとフィギュア、ここワンピースフィギュア保存倉庫と、でこっち側があって、いろいろ分けてあるんだけど、見た目はすげえもう台風来た、もうハリケーンで全部吹っ飛ばされた感じの、すげえ汚い感じなのね、ほんとマジで。だからちょっと片付けろ片付けろ、うるせえからね、しょうがなく片付けてんだけどね。でもなんかね、嫌なんだよね。うん、まあどうせああなるし、多分3日ぐらいになるぜ。うん、おそらくね、おそらく3日ぐらいでなるわ。おもちゃね、3日ぐらいで見たくなるんだよね、どんなものがあったかと。なるから結構ああなるんだわ、うん、すぐに。だからまあ片付けても意味ないんだけど、まあ一応ねやったということで、どうだと、見ろと、うん、で終了と。また汚くなるから、まあ見つかったらまた取ろう。じゃあうん、また何の商品か思い出したら買ってくるわ、あればね。あの店になくても他の店にあるかもしんないから探してみる。このシールたくさん集めたい。じゃあまた次回。最後はね、この2枚バイバイでしょ、まさかのイレルタル、いや嬉しいね。ゼルネアスも推しは絶対いるでしょ。